外は雪です。こちらおでんスープ、本日のニューアイテム2点目、白金回路。ちょっと冷えてきたんで、これでぬくぬくで湯たんぽ代わりにもしたいと思います。ケース、ケース、うん、本体、本体あ、ほのかになった、ほのかになった、ほのかになった、ほら、レギュラーサイズ
はい、はい、あったか、はい、続きまして餃子、ギリギリ餃子いきます。じゃーん、うわ、めっちゃ美味しそう。うまそうっすね。うまそうっすね。では今からいただきます。今回は本当醤油を持ってきてるんで、ね、醤油、それからレモン、たっぷり。七味、七味です。七味。はい、じゃあこれで餃子をいただきましょう。いただきましょう。はい。じゃあ餃子でビール。餃子は醤油、ポッカ100、レモン、そして七味、これでいただきます。さっぱりです。うん、最高。そしてビールを、あ、うまい。さっぱりしていいよな。うん、醤油、レモン、七味、これいきますよ。あっこ、うまいっいいです。銀玉です。これは捨てるのがもったいないので、私はこういった炒め物にして食べます。塩コショウはお好みで。はい、エリンギと銀河を炒めて、出来上がり、完成。さあ、銀河とエリンギの炒め物できました。
先ほどの餃子の作ったタレにちょっとつけて食べる。歯ごたえはどうしよう。モーニングコーヒーです。おお、急にムズムズきたんだよな。ああ、シナモンのいい香りが。シナモンのいい香りが。いただきましょう。いただきます。くしゃみも入ってよ。それでは、まあ、朝ごはん朝がゆで、いただきます。これはカブときゅうりの漬物。これが昨日の残りの銀皮、まあ、ちょっと焼肉のタレをつけて甘辛く仕上げました。そしてこっち側が揚げなすです。ではいただきます。おいしい。揚げなすもいただきます。味をコンビニにしてきました。合う。なんちゃーなら美味しいです。今日は快晴でございます。